国民市民の皆様、市長の井澤でございます。4月7日に出された緊急事態宣言からおよそ3週間が経過をいたしました。この間、市民の皆様におかれましては、不要不急な外出の自粛など、感染拡大防止のため、さまざまなご協力をいただいております。皆様のご協力に感謝を申し上げます。現在、東京都内での新型コロナウイルス感染者は約4000名となっておりまして、都市においても10名を超える感染者が発生している状況でございます。これからゴールデンウィークを迎えます。このゴールデンウィークの間、感染拡大防止に向けて乗り越えなければならない、この緊急事態の収束への道のりは一層険しいものとなります。そこで市長として市民の皆様へ改めてお願いを申し上げます。帰省や旅行など外出をしたいお気持ちは十分と理解できます。しかし、今は命に関わる重大な事態となる可能性がございます。通勤や必要な場合を除きまして、外出はできるだけしないでいただきたいと思います。買い物など生活必需品を買うため外出する場合も、できる限り3日に1回程度とし、密となる場を避けて、なるべく少人数で出かけるなどの工夫をしていただきたいと思います。その際、過度な買い替えも控えていただきたいと思います。長い自粛生活でストレスや生活へのご不便を感じておられると思います。また、事業者の皆様にも大変なご苦労をおかけしていると思います。しかしながら、皆さん一人一人の行動が、あなたとあなたの大切な人の命と健康を守ります。引き続き、特段のご理解とご協力をお願い申し上げます。市といたしましても、東京都や保健所、医師会等医療関係者と連携をしながら、感染防止の拡大を進めているところでございます。我々がこれまでに経験したことのない一人一人の命に関わる大変困難な状況でございます。オール国分寺として、市ではこの難局を乗り越えたいと思っております。さらなる一段の皆様のご協力をお願いを申し上げます。